はい、サラでございます。上司が教えてくれない営業のコツ。今日はテレアポで相手の興味を上げる一工夫ということをテーマでお話をしていきたいなと思います。まテレアポをしているときに相手側に興味を持ってもらえる、も持ってもらえるための出せる情報っていうのは自分がま持っている知識とか。 まあ情報のネタであったりとか、あとまあ声の大きさとか声のトーンとか、まあ、いろいろあるわけですよね。で今回はその話す内容についてというところで考えていきたいなと思うんですが、まあ、テラブルやっている人の多くが結構そのトークスクリプトがあって、でそれをベースにまあアップをどう取っていこうかということを考えているケースが多いと思うんですよね。でまあ、特にその、まあ、例えばインターンとか、 アルバイトとかまあそういった形でもトークスクリプトがあってそれをしっかり読むことを前提でテレアポやってる人っていうのはそのアポ率っていうのは一定安定はしやすいんですけどまあ 低いところで安定しやすすいいいというととううこころがあるということでね。なんでそうなってしまうのかっていうと結局は誰でもアポが取れるように誰でもいつでもアポが取れるようにみたいなところをベースでトークスクリプトっていうのは組まれているのでその時事ネタであったりとかタイムリーな情報っていうのはあんまりトークスクリプトに反映されていないケースが多いんですよねなので今日のまあ答えなんですけど時事ネタとかニュースをもっとテレアポのトークの中で入れていく でそこをきっかけにしたアプローチを組み立てていくと反応率で全然変わりますよっていうことをですね、まあ、情報の価値が何かみたいなところから考えていくとここのイメージってすごく持ちやすいんですけど情報まあ、今ネットで簡単に調べられるわけですよねで世の中にあふれかえっていてじゃあどうしようかなみたいなことを考えた時に情報の価値っていうのは鮮度があるまた鮮度が高いリアルタイムだったりキャッチーな情報だったりとかま 味って言い方をしますけど情報の質が高い、あとは日持ちがそれを長く使えるで、結構テレアポの,この日持ちっていうところばっかりが注目されがちなんですけど鮮度であったり味であったりですとか、あと難易度、手に入れること自体が難しいみたいなところですね、まあ、そういったこととかが情報の価値としては人は持ってるわけですよ。 に対してテレアポでやってるのはその日持ちの長いつでも使えるような情報っていうのをベースでトークスクリプト組まれがちなんですけど今しか使えないトークでもいいわけですよ今アポを欲しいっていうタイミングの時にはなので今日明日しか使えないけど例えばキャンペーンが明日までなんですっていうトークがあった時っていうのはキャンペーンが明日までだったらもう今日しか使えないトークですよねけどその方が相手は情報としてあ教えてくれてありがとうっていう気持ちになれるわけですよなのでまあそのキャンペーンだとまあ本当に明日までみたいな話になります ニュースで今日あったニュースの話をするとか。 今日ちょうどテレビで出てたんですけどとか今日の日経新聞でこんな記事出てたんですけどご覧になられましたかみたいなことを言われるとあそれ知らなかったみたいなことっていうのは当然起こりやすくなるということですね。なので、まあ、テレアポの中でその時事ネタとかニュースネタみたいなところで鮮度の高い情報を、まあ、その時しか使えないまでも、まあ、その時に活用していくことによってその場その時の情報の反応っていうのは全然変わってきますので今テレアポでちょっと反応が落ちてきてるなとか最近あんまアポが取れてないなみたいなことで悩んでる方はですね是非ニュースとか か、時事ネタでアプローチのきっかけになるネタはないのかっていうことをぜひ考えていただいて調べていただいてそれをちょっとテレアポのトークの中の切り口にしていただけると反応率上がってくるんじゃないかなと思います。当然。 ニュースとか時事ネタっていうのは時間が経てば情報が古くなって価値が下がる価値が下がれば反応が落ちる点出て,てきますのでそのタイミングではまたトークを変えていく必要はあるんですけども今ちょっと反応が出ていない,い,な,いなという方はですねぜひ時事ネタニュースネタっていうのをト,トークの中に組み込んでいただければということで今日ご紹介させていただきました。本日は以上です。 本日もご覧いただきましてありがとうございました。え、引き続き、いろいろ営業に関するアドバイスですとか、え、経営に関することをいろいろお話ししていきたいなと思いますので、ご興味持っていただいた方ですとか、え、今日のお話面白いなと思っていただいた方は、ぜひ、え、チャンネル登録、高評価ボタンを押していただければと思っております。また、ツイッターもやってますので、え、ご興味持っていただけた方は、ぜひフォローいただけると嬉しいなと思っております。引き続き、ぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。